マーチ731は、マーチエンジニアリングが開発したフォーミュラワンカー。1973年から1974年の F1 世界選手権に投入された。731は、マーチ 721G を回収したものである。主な回収点はノーズをスポーツカーノーズに改め、その中にラジエーターを移設、モノコックの側面に構造物が取り付けられたことである。 燃え尽きたウィリアムソンの731の残骸、デビッド・パーレイが横で立ち尽くし、ニキラウダの BRM が通過するマーチは1973年、体制を縮小し、ジャンピエール・ジャリエの一大体制で、シーズンに臨んだ。ジャリエは、序盤三戦をマーチ 721G で戦う。731は、第四戦のスペイングランプリから投入されたが、この時は、ジャリエに代わって、 アンリ・ペスカロロがドライブ8位で完走した。次戦ベルギーからジャリエは731で連続4戦リタイアとなる。第9戦イギリスからロジャー・ウィリアムソンが起用されたが、ウィリアムソンは第10戦オランダで自己死する。その後ジャリエがオーストリアから復帰最終戦まで走ったが、ワークスチームでは結局ペスカロロの8位が最高位となった。731は、 クラーク・モーダウントが3デュール・ラッシャー・レーシング、チーム、ピエール・ロベール、レック・リフリジレーション・レーシング、ヘスケス・レーシングでも使用された。ヘスケス以外の3チームはポイントを獲得することができなかった。ヘスケスは731の開発に関わったハーベー、ポスルス・ウェイト・オマーチから引き抜き、自チームの731の改良に当たらせた。ジェームズ・ハントのドライビングにより、 ワークスチームよりも高成績を上げ、オランダでは3位、最終戦アメリカでも2位と2度の表彰台を獲得した。1974年、ヘスケスは序盤2戦で731を使用した。ヘスケスの731は、デンプスターインターナショナルに売却され、第10戦イギリスでマイクワイルズが使用したが、予選落ちとなった。ありがとうございます。